はい、今回はですね、愛知県豊田市足助町高蘭渓一の谷にいます。今からですね、高蘭渓のね、紅葉がどうなっているかね、見に行きたいと思います。今走ってるのがですね、国道420号線ですね。まあ10月に入ってですね、まあ急に寒くなりましたんでね、こういう時はですね、紅葉がね、早いというんでね、ちょっと期待してね、来ましたけどね。さあどうでしょうかね。足助八幡宮のね、ところをね、曲がりたいと思います。ここは巴川ですね。左折してね、行きます。まあ駐車場の方はね、まだ無料っぽかったですよね。まあ料金は出てるんですけどね、まあ結構先っちょの方がちょっと紅葉してる感じはありますよね。さあどんどん登っていきましょうか。まあ観光客の方もね、ちょっとね、ちらほやいますね。まあちょっと見えたのがね、大月橋ですね。橋がね、赤い橋がね。まあ高蘭渓でね、あそこがちょっと絵になるところですね。さあ。まあ、イチョウの木もちょっとね、黄色くなってますけどね。ちょっと逆光気味ではちょっと分かりにくいですからね、ちょっとね。木の隙間からね、ちょっと分かりにくいですかね。あんまり、そうですね、肉眼で見るともう少しね、紅葉してるんですけども、カメラ越しだとちょっとその絵が表現できてないですね。少しは紅葉してるんですよね、これでもね。まあこの辺でしょうかね。この辺ちょっともう U ターンしますね。もうなさそうですね、この辺から先はね。まあこの下りの方が見やすいかな、どっちかっていうとね、光の関係でね。上りはやっぱ太陽に向かっていく感じでしたね。まあ曇ってたんでね、多少は良かったんですけども、この辺もう少し開けてね、見やすいんですけども、どうでしょう。まあでもまだまだですね、思ったより紅葉してなかったかな。もうちょっと期待してましたけどね。
まあ、もう少しこう肉眼で見るとね、色はついてるんですけどね、ちょっとカメラで表現できないところがね、ちょっと残念ですね。はい、まあ戻ってきましたね。まあまあまだまだですね。さあじゃあちょっとねこちら戻ってみましょうかね。一の谷までね。まあ光の関係でまあ見え方がちょっとね変わる場合もありますんでね。まあどうでしょう、巴川のところもまだまだですね。でもね、若干色づいてはいるんですけどね。どうでしょうかね、参考になったでしょうか。まあ高蘭渓をね、まあ、紅葉に見に行く時のね参考にしてください。気温が15度でしたんでね、まあもうちょっと下がらないとちょっとダメかな、まあ、10度ぐらいになればね紅葉すると思います。はい、じゃあね、今回の動画は以上になりますね。